こんにちは、命の場から社会を良くする、地域を良くする、命の場というのは、場合によっては健康づくりの場でもあったり、今地域包括ケアというふうに国が言われて出しました。地域包括ケアって聞いたことのある人、別に手を挙げたからって質問しませんから、なんとなく聞いたことのある人は手を挙げてください。おお、すごいですね、 48% そうかそうか、ちょっと待って、仕事をし介護とか看護とか、あるいは PT や OT とか医療とか、仕事で関わっている人どのぐらいいますか？ 35% ぐらいですね。なるほど、わかりました。プロフェッショナルが 35% ぐらいいて、一般的にその介護や看護を受ける側の人たちが 65% ぐらいいるっていうような感じでしょうかね。できるだけ分かりやすく、その国が言い出した地域包括ケアって何なのかなっていうようなところから、地域包括ケア作りについてお話をしていこうかなというふうに思います。スライドをお願いいたします。この頃ね、テレビで、あるいは週刊誌や新聞で、キキさんのこう人生がこういろんな形で語られるようになりました。で、キキさんから学ぶことは何なのか。2004年に彼女は乳がんが見つかります。そして2005年の1月に手術をするんですけども、彼女はね、起きてしまったことを基本的にはもう絶望だとかもうダメだとか言わないんですよね。肯定するんですよ。肯定するんです。ここは結構大事なところです。で、僕たちはついつい脳卒中になったらもうダメだとか、でもキキさんの生き方は、がんになって2年後に2006年にも再発が分かるんですよね。乳がんです。乳がんで再発すると、もうその後は途方もなく、その完治という確率は少なくなるわけですよね。にもかかわらずです、いや、もう彼女は全然完治を目指してないですよ。病気があることを全部受け入れながら、どうやったら最後の最後までキリンらしくいられるかっていうことにこだわるんですよね。再発してから12年、がんが見つかってから14年、とんでもなく不良の内田裕也みたいなのも含めて大演壇をこう弾いてないでしょ。内田裕也さんみたいな人を困ったやつだって言って弾いてないです。ちゃんと最後はキキキリンというその人格が元木君夫婦をまとめて、そして内田裕也さんみたいなとんでもない男もまとめながら、一つの家族の形をこう彼女は作っていくんですよね。で、そこへ行くまでに、例えば乳がんのになってよかったって僕に言いましたよ。どういうことかっていうとですね、2004年がんが見つかった時です。12月24日までタイで日本の映画監督が、映画を撮るので出演してほしいと。で、2004年の12月24日に仕事は終わる。じゃあ受けようかなというふうに思ったんですね。12月24日、これはお子さんがいる方たちは分かると思うんですけど、子供たちが冬休みになる時です。で、キキさんは26日からタイのプーケット島というリゾート地があるんですね。そのリゾート地のホテルを予約をしました。映画を24日までやって、26日に子供が25日から冬休みになったら、お孫さんたちを連れてプーケット島のリゾートホテルで、自分のリフレッシュと子供孫たちといい時間を過ごしたいというふうに思って、でも12月そういう計画でいたのに、12月早々乳がんであることが分かりました。1月に手術をしなくちゃいけないということになって、彼女は
撮影の仕事も断りました。そしてホテルもキャンセルしました。何が起きたか。12月26日にスマトラ沖地震っていうのが起きて、プーケット島がこう低いところは全滅するんですよね、津波で。キキさんはその時乳がんになってよかった。もしなってなかったら私は孫を連れて自分の娘を少しでも楽にしてあげようと思って、私が孫のその世話をして、まあもちろん自分も嬉しい時間ですよね、孫とね。26日からそのリゾートホテルにいたら孫を死なしてたかもしれない。私はいつ死んでもいい。でも孫をもし失ってたら私はとても取り返しのつかないことをしていた。起きる時にはいいことがちゃんと起きるんです。そう、乳がんなんですよ。それを言うんですよ。で、1月に手術をする。その時もにキキさんのこだわりです。外科の先生が乳がんがありますけども、どういう手術を しましょうかってキキさんに聞いたんですね。全摘という乳房を全部取る手術と、部分切除っていうのと、温存療法、まあ、くり抜くようにして小さな手術をする、いろいろありますがどうしましょうって。キキさんは、先生はどれが一番やりやすいですかって、で聞かれたドクターが全摘が一番楽ですねって、細かいことしなくて済みますから全摘が一番楽ですって言ったら、あ、ぜひその楽でいいですよ先生って。そう、投げやりではないんです。技術のことは専門家に任せたらいいっていうふうに彼女はいつも思ってたんですね。でも生き方に関しては専門家に絶対に任さないです。2006年再発してから一度も逃げてないですよ。放射線治療とかやるべきことはずっとちゃんとやってました。だけど一番大事なのは、自分は最後まで何をしたいのかと明確にしてたんです。いい映画を撮って、結局再発してから12年彼女は最後の最後までキリンらしく生ききるんですよね。ここがすごいところです。キキさんのお家へ、僕は東京のホテルで講演をしてたら、先生がホテルでやってんだら私が迎えに行ってあげるわよっつって、あれだけの大女優で秘書を使ってないです、から運転手も使ってないです。最後まで自分で運転をしてました。迎えに来てくれました。で、お家へ行った。すごい素敵な家なんですね。コンクリートのモダンな家でした。で、2階には僕が行った時は元旧夫婦が一緒に生活してると、中の中階段で行ったり来たりができるような、すごいいい距離の取り方ですよね。お互いがちゃんと自立してるんだけど離れてはいないんです。でもベタベタもしてないんですね。お互いがお互いの生活を尊重しながら、助けるとこは助け合いを しながら、で、いらないものが何にもないんです。もうきれいにされてるんですね。で、プレゼントをもらわないようにしてますって言ってましたね。プレゼントをもらっちゃうと、まあ、例えばこけしをもらっちゃったらこけしを置いちゃう。でも好きなこけしは自分で買えばいいっていうふうに彼女は考えてですね。だからプレゼントはもらわない。宅急便で送られちゃったら送り返す。お土産ももらわない。僕は割合お土産が好きですから今日お土産もらってもいいんですけども冗談です、冗談です。その彼女 その美学なんですよ。きれいにして自分で買ったものをずっと大切にするんですね。で、家の中にいろんなものを置かないです。全部大切なものは見えないところにも置いてあるんですけど、見えるところにはほとんど大事なものは置かないようにしてました。素敵な家ですねって僕が言ったら、ニコッと笑ってね、いや、この家作るとき大工さんに失敗したら隠しちゃダメよと、すぐ直しちゃダメよって言うんですよね。
どういうことですか、だって失敗したらすぐ直した方が、修繕した方がいいじゃないですか、繕った方がいいじゃないですかって言ったら、失敗が面白いのよって言うんですよね。失敗が面白いのよって言うんですよ。だから大工さんに失敗した時は呼んで、私が見て結構面白いと思ったらその失敗を生かしたいから呼んでって言うんですね。なんでそんなに失敗にこだわるんですかって僕が聞いたら、にかって笑って自分の顔をこうやって指しながら、これが失敗なのよってミスなのよって言うんですよね。まあ今日もミスの人がいっぱいいますよ。でミスが大事だ、こう言ったんですよ。綺麗な女優さんたちはみんな50前でほとんどの仕事がなくなっていく。でも私はミスだから、失敗だから、私が生きてる限り私は女優として使われると思うってですね。だから綺麗じゃなかったらもうダメとか、頭が良くなくしちゃったらもうダメとかって、決してそんなことはないっていうのが聞き切り流の生き方なんですよね。彼女は失敗に強かったですよ。失敗にすっごい強かったです。ある地方都市で会館のオープニングカットに呼ばれて、その一人で地方だったからホテルを取って前泊をして、で朝着物を 着ようとしたら全部自分でやる人なんですよね。お付きはなし。で着物を着てみたら帯締めを忘れちゃったんですね。帯締めを忘れてることに気がついて、全然気にしないんですよ。ホテルにいたから、そのホテルをこう見渡したら電気ポットがあってコードがある両側コンセントがついてんだけど、彼女はあこれでいいものがあったっつって、そのコードをこう帯締めにするわけですよ。でも全然気にならないんですよ。でそれを楽しんじゃうんですよ。もう今日は大変なことが起きちゃったとかって思わないですね。でそのオープニングカット、テープカットに行ったら皇室の方が来てたんですね。で皇室の方だから、なんかもう笑うようなことはあんまりないんじゃないかなと思って、コンセントを見せてあげようかなと思った。その皇室の方がいいお召し物ですねって褒めてくれたから、ますます実はってコンセントを振り回したかったんだけど、まあ失礼があっちゃいけないから、その時は自重したって言いました。その次に徳川家のなんかご子息の方がいて、またご挨拶したら、いや素敵なお召し物ですねって言われたんで、もうその時は皇室の方じゃないからいいやと思って、徳川の方にコンセントをこうやって振り回して見せて、向こうはギャーっつって目を白黒させたという。生きてると失敗するんですよね。思いの通りなんかいかないですよ。思いの通りいかないんだけど、それが人生ですよ。だけどそこからまたどうにでも人は生きる力を持ってるんですよね。キキさんは、僕は最後はどうすんのって聞いたら、いやもちろんうちがいいわよって言ってですね、それは元木さんも娘の八重子さんもみんな聞いてるんですよ。自己決定してるんですよ。で娘夫婦たちはそのことを忘れなかったんですよね。だから入院をしていて、最後に亡くなる前日に退院するんですよ。もう死のためだけですよ。キキさんがうちを望んでたから、いよいよ最後だと思って、あるいは転院をさせてるんですよ。今日は 35% ぐらい地域包括ケアのプロフェッショナルがいます。この由利本荘を中心にして秋田県で一生懸命その地域包括ケア作りを一生懸命してます。だんだんに住民の一人一人の要望に応えられる戦力が整い出してきました。谷合先生みたいな方がこの地域で医療をし始めて、病院の先生も開業医の先生も在宅ケアを興味を持ち出している先生たちが
出だしました。訪問看護も訪問介護も PT や OT も充実をしだしています。問題は今日いる 65% の一般の医療や看護や介護を受ける人たちの意識改革もとても大事になってきました。選ぶということが大事です。自分はどうしたらいいのか、結局病院へ行っちゃうっていうのがまだまだ秋田では多いですよね。どっかに入れてしまえばいいっていうふうに思うんですよね。44年前、かつて秋田と長野は不健康の双璧でした。脳卒中死亡率第1が秋田、第2位が長野。これはもう東の横綱秋田と西の横綱長野、どこの県をも寄せつけないぐらい二大巨頭でした。44年前僕は長野に東京から内科医として赴任をしました。秋田と長野の改革改善の仕方が違ったんですね。秋田はお金で解決しようとするんですよ。当時東京にもないような脳卒中センターができました。その方が便利で楽なのよ。任せちゃえばいいんだから、専門家に。長野はお金がないから脳卒中センターは未だにないんです。一人一人が意識を変えようって、生活習慣を、ほんのちょっとですよ、ほんのちょっと生活習慣を変えるかどうかが大事なんですよね。一人一人なんですよ。地域包括ケアもその一人一人がどういうふうに思いを変えていくか、いや自分の人生だから自分はどうしてほしいっていうことをちゃんと言う、そして家族はそのお年寄りがそう言ったらそれを守ってあげるように。別に在宅が一番いいわけじゃないです。施設でもいいです、病院でもいいんです。それぞれがちゃんと自分の人生の主人公として選ぶことが大事です。健康づくりもそうです。それをヘルスリテラシー、読み書き教養って言います。一人一人が自分の主人公としてちゃんと気をつけて減塩をやる、野菜摂取量、秋田も長野も同じように雪国です。半分は雪に覆われます。でも野菜摂取量は1年を通して長野と秋田では圧倒的な差があります。脳卒中は動脈硬化が原因します。動脈硬化の大きな原因は慢性炎症じゃないかって言われてる。慢性炎症が原因して動脈硬化が起きる。その慢性炎症を防ぐのには2通りあるんです。野菜、抗酸化力のあるあの色素ですよ。それを食べているかどうかで慢性炎症は起きない。認知症も、今日のこれからのメインのテーマになりますけど、認知症も脳細胞の慢性炎症じゃないかってこの頃言われるようになりました。がんもきっかけは慢性炎症が起きて細胞の老化が起きて遺伝子が変化してがん化していくんじゃないか。がんも秋田は多いです。脳卒中も多いです。それを治していくのは野菜と抗酸化って、慢性炎症を防ぐのは運動です。僕は先駆け新聞で3ヶ月4ヶ月ほど前から連載を始めました。読んでください。で、読むだけじゃなくて切り抜かなくちゃダメです。切り抜かなくちゃで、線を引いて冷蔵庫の上になんか貼っとく方がいいです。1ヶ月ぐらいは時々読んだ方がいいですよ。で、意識を変える。長野はそうやってやったんですよ。秋田と長野は別に遺伝子が、長寿の遺伝子を長野が持ってたわけじゃないです。一人一人がその気になるかどうかなんですよ。長野は地域包括ケアがもう30年前からそういうふうに言ってやり始めました。貧乏だからです。すごい、どんどん施設を作るほどお金がないから、自分たちで自分たちの問題を解決しようということで地域包括ケアというのをやり始めたんです。で、国が急に2015年から地域包括ケアシステムを作りなさい、2025年までに。2025年っていうのは
2025年問題っていうのが起きるんですね。介護難民が43万人、この秋田だって当然起きますよ。もう介護人材がいないですよ。だから自分の体は自分できちっと健康で、だからもう PPK がいいんですよ。 PPK が分かりますか？ピンピンコロリですよ。それは自分が主人公だから、俺はもう70だからもういいんだとかっていう人がいますけども、そういう人ほど70歳で脳卒中になると、その後のその人のは愚痴を言って文句を言って家族を困らせて、その人周りを困らせるぐらいだったらちゃんと健康に留意をしたらいいんです。で、100歳ぐらいまで生きれるようになると割合簡単にコロリと言ってくれるんですよ。で、100歳まで生きる人って本当に寝たきりが少ないって言われてるんです。自立してるんです。だから長生きなんかいらないよって結構 かっこよく言う人ほど70歳で倒れてものすごい介護のお世話になるんですよ。で、本人も幸せじゃないし、家族も介護で介護うつになったりして、それぐらいだったら自分たちが一人一人が意識を変えて健康に留意をしていくこと、そして万が一になった時ちゃんと自分が自分の生き方をちゃんと決めれるようにしておくこと、そのために今日はお話をしていきます。